じゃあまず蜂用意するものがいいかな。まずあの基本的な、基本的なこれから植え替えシーズンなので基本的な植え替え、基本的なもう簡単な植え替えね、植え替えをおさらいしましょうと、それでしましょう、はい、今年木を初めて買った人もこれを見れば植え替えられると。そう、先に鉢作ります。入れる鉢を、鉢の準備、うん、はい、鉢の準備ですね。鉢底ネットは100均でも売ってます。ここね、鉢あの土が流れ出ないようにここ網で止めますから、はい、で針金は 1.5 ミリ使います。ほとんどアルミ線ですね、うん、アルミ線、これは 1.5 ミリって結構使い道あるんで、うん、あの用意しておいてもらった方がいいと思いますよ。植え替えの時はもうほとんどこれ使ってます。あ、そうですか。この網を止めるわけですけど、この 1.5 の針金を知恵の輪みたいにこうやってつけます。こういう形ね。そしてもう一個で、これは鉢を一回ひっくり返します。はい、そしてこの鉢ですね、うん、ここは鉢穴の大きさに合わせます。ここに合わせたらこれを今度は下にこうに曲げると、こうにこんな形、はい、ちょっと長いんでこれ切りますけどね、こういう形もう一個作りますから、こっちの穴、この穴の直径のギリギリぐらいですよね、うん、この線がで重なってるでしょ、はい、でこれはもうこれでいいんで、ここに反対です。そして今度鉢ひっくり返します。こう通し、はい、後ろ側出しますね。これを広げる、ここにちょっと長いんで、長かったらこう切ってください、はい、これで網固定されました、はい、で網のこれ裏表ありますんでね、見えない、分かるかな、これ平らな方、出っ張ってる方があるんですよ。こっちが上来ますから、平らな方が下で、こういう形ですね、はい、裏側がこう少しこう平らになってますから、はい、こっちが下が来ます。でこういう固定されました。花粉飛んでるのかな、花粉かな。それ今度は、はい、あの木の固定用の針金を入れます。固定用の、うん、これ2本で4本で済むんですかね。ちょっと長めに切ってた方がいいです。でこういう感じ、2本でもう1回これひっくり返します。でこうこれもこのギリギリまでにでこう曲げてきます。これ、はい、これちょっとねこう気をつけてもらった方がいいですよ。これがギリギリじゃなくてね、これこう入れたらどうなるかって。ちょっと広げちゃって入れたら。これ針金ぎょ締めてきますからね。はい。網がこっち寄ってきちゃって、ここに土が溢れ出てしまいます、ね。なるほど。網が動いちゃうんだ。じゃあここのギリギリ。ギリギリを攻めてください。ここです。ここに入れとかないと網が動いてしまいますね。こうだからこうやって測って私入れてます。はい。そして今度は。これとこれが対になってます。同じ針金、うん、同じ針金、ね、これね、だからこれとこれで縛るようにこう分けてきます。これとこれが一本の針金ですから、こう分けてきます、はい、これで鉢は作れました、はい、うん、次をここに木を乗せて、これをこの針金で固定すると。これ針金で固定する、はい、固定。ちなみに穴が1個の場合、うん、穴が1個の場合は横に1本通します。今みたいに2本の針金くるくるって2回巻く。で下からこう通す。網の止め方は同じです、はい。もっと簡単なやり方ですね。この棒を使わないで、はい、あの止めるのにはこれをさっきの網を止めたような形を作ります。ここにこれ作る。でこの大きさに合わせてこれをこうに。後ろから刺す。そう、上に向ける。でこれを通す。でできた2本で固定する、うん、これで固定する。で網もこれが固定して止めてくれるってことですね。でも一番簡単なやり方、簡単で
こう下に出ないから食なんか傷つける可能性少ないですよ。なるほど。平べったい鉢なんかだと、これもいい止め方だと思いますよ。大体この2つ覚えておけばいいと思います。はい、ここでもう鉢が出来上がりました。植え替え用の鉢、はい、で今度は木を鉢から抜いていきますね。この心拍をここへ入れようと思います。はい、今までこの鉢入ってたんですけど場所を取るんで小さくしました。小さく、で心拍玉にしました。はい、これはほどいていきます。はい、通常のお店とかで買った人はもしかしたら針金がこういうふうに固定されてるかもしれないんで、うん、そうそうそう、針金を切ってこう、こうね、出てるかもわかんないんでこれ切っていきます。はい、大体ね固定されてると思いますよ。まあ、盆栽を買ったらそうですね。園芸センターとかなんかだとあれは固定されてないけど、ないですね、盆栽になってるやつは固定されてると思います。これは鉢から抜いた状態ですね。はい、少しこう塊になってるんで根っこほぐしてきますから。はい、でまず一番最初にやってもらいたいのは根っこに匂いを嗅いでください。はい、健全な木はドブの匂いしませんからね。はい、ドブの匂いしたら、ね、最終的には根洗いに根っこを洗って炭に落として古い根っこを切り落としてそれから植え作るような形になるかと思います。根腐れしてるってことですかね。うん、はい、そうで、これから土を落としてきます。はい、竹箸でいいんですかね。じゃあ私これ使ってますから、ここに大体この木だと3分の2ぐらい落としてきます。土を落とすと。でこの根さばきに関してはかなり木によって異なるので、ちょっと違いますからね。ちょっと調べた方がいいかもしれない。うん、薄い鉢に入れるかそれでちょっと深い鉢に入れるかでよって根っこの切り方も違うし、雑木かそれとこういう黒木、はい、小白でいいかによっても根っこの切り方違いますからね。はい、雑木だとかなり根っこ切り詰めちゃいますから、薄い鉢に入れるために、はい、それはちょっと加減してやってもらうような形ですね。はい、で足元こう見せるようにこう土結構固まってますんで、この粘りの近くを切り取ってください。植え替えはほとんどやってない木だと、はい、根っこがこうあぐらかいてこう絡んでますからね。それを取ってください、きれいに。こう櫛で溶かすような形、うん、ここに。だから絡み合ったまま固まっちゃうから。イミネか。イミネっていうんですかね。イミネだと言いますけどね。あぐらかいたような根っこの、きれいな粘りができませんので、こうやって根っこをほどくような、紙を溶かすような。こういうところもね、ちょっと古い土が入ってるんで、これを落としとかないと、この根っこの下に水が入っていかないですからね。少しこう、根っこの間、隙間を開けるぐらいでもいいですよ、ここに。ちょっとこれ、細い根ばっかりだから根っこ切ります、これ。このぐらいで。心配はあんまり切らない方がいいですからね。じゃあこれをこう植え付けていきます。はい、まずね、ここへ大きい土、5ミリぐらいあるのかな、うん、大きいやつでね、ちょっとこう大きいのに入れてください。で高さをこう見ながら少しずつ入れてきますんで、はい、ね、盆栽の場合はね、こう粘り見せるためにちょっと高く植えます。ここまで埋めちゃわないで、うん、縁よりちょっと高めに植えてください。このぐらいのかぐらいで、そう粘りが見えますんでね。心拍は粘り関係ないですけど、普通の盆栽だとこう粘り見せてください。うん、このぐらいで植え付けていくかな。逆に粘りが悪くて隠しちゃう木もあるんじゃないですか、でも。うん。そういう時もあります。だって盆栽の基本的な見方って言ったらね、うん、粘り立ち上がりなんですよ。そうですね。うん、せないとね。そう、普通心拍は関係ないですけどね。恥ずかしくて見せれないですよね。うん、中にはあるかもしれない。そう。あ、それで鉢の正面、まず傷のない方を正面にしてください。裏に落管がついてた場合は、落管が自分のところにこう見える状態。こう見て、そう、ちょっと僕開けますか。これが落管と傷じゃないですか。これ見えるでしょ。はいはい、水谷の。で、これをこうひっくり返すると、こちら正面ですね。傷があった場合は後ろ持ってくださいね。こうかけてたりなんかしたら、これが全てくわけではないと正面、そう、こんな高さ、これ、はい、この鉢は長方形の鉢ですので、真ん中に植えるとバランスが取りすぎて動きがなくなってしまうんですよ。はいはい、
流れの方向、開けるように。だからこっち行きます。流れの方向に空間を作る。空間を作る。だいたいね、巨本ではね、黄金比ってなって、はい、黄金比、うん、黄金比っていろんな建物に使われてますよね、はい、ピラミッドとか、はい、凱旋門か、はい、だいたい感覚ですけど64か7対3、黄金比だと50いくつなんですね。ちょっとこっちずれてるぐらい。そうなんですね、うん、7、3ぐらいでもいいと思うんですよ、うん、で、これで位置が決まる、はい、これ前後問題です。前後の比率も前後も同じ、うん、で、これとさっき通した針金、はい、全部固定すると、これとこれとこれが対ですから、で、ここは、うん、あのキアが動かないから固定しないとダメですか。一回こう引っ張ります、はい、ひねりながらこう締めていきます、うん、ひねりながら戻しながら、ちょっと難しいですけど、はい、うん、これただねじってると針金切れちゃいますからね。そうなんです。ただ回してるだけだと切れちゃいます。切れちゃうから一回引っ張って、こう隙間が開きます。これ、はい、こう隙間開いてるでしょ。開いてます。これをこの隙間を埋めていくような形です。こう戻しながら隙間を埋めていく、はい、こう戻しながら、でこれちょっと内側をひっくり返してます。閉まってないとここは緩んでますからね、うんうん、この線が緩んでたらもう一回締め直します。あの固定されるとこう持っても大丈夫ですから、ここに、はい、こういう持ち方いけないですけどね、うん、鉢持ってます。これで完全に固定されてます、はい、木がグラグラしないですよ、うん、グラグラしてるとね、深く根っこ切った場合だとね、はい、根っこがなかなか出てこないですよ。完全に固定してください。こう土をすき込んでいきます、はい、これ土の大きさ一緒ですよね。私はこあんまり細かいの使わない。なるほど。これ詰まっちゃうから、うん、上にちょっと水ごけ張ってたら落ち着くまで。なるほど。基本的には下に大きい粒、大きい土、水はけがいいように。で、上の方はもうちょっと少しそれより細かい。大体3種類使うけどね、うん、ついてきますからね、はい、根の間に土が入るように。そう、根っこの裏側に入るようにしないとダメです、はい、こう箸をそこまでグッてグッとつけます、はい、ちょこっとこう揺する。揺すると隙間が空くん で箸をこう抜くような状態でここ隙間を埋めていく形、こう下まで、はい、上だとこうついてたらダメですよ、うん、そこに入らないところですから、はい、ちょこっと揺すると隙間ができるんで、今度は入ってきますね、はい、底の部分にあの土が入ってないと ね、根っこ腐って枯れちゃう。そうですね、うん、可能性あるんでね、底の部分に入れてください、はい、あと補足で言うと、この土赤玉、硬質の赤玉土、硬質、これは、はい、に切り砂が入ってます。あの、あ、これ炭入れに忘れたな心拍とかは、心拍とかは、ね、私は炭入れてるんですよ。こういうね、炭を入れるのもいいって言われてます。これはね、ちょっと入れちゃう、うん、これは何のために入れるんですか。これあの、心拍ってアルカリ性でしょ、大体、はい、土が酸性の土になるんだけど、こう入れる。なるほど、っていう意味があります。どのぐらい効き目あるかわかんないけどね。そうですね。これ炭入れてます。この炭はあのバーベキュー用の炭。バーベキュー用の炭。砕いて、ふるいでふるってあります。はい。切り砂の方が乾きやすいですよね、土が、うん。赤玉よりも。そう。なので、雑木とかだと赤玉だけの方がいい時もある。ね、なぜかっていうとね、うん、砂入れるとこれダメになっちゃうんです、ハサミが。ハサミがね。根っこ切るときに。根っこ切るときに。いや、綺麗に切れないですからね。そうです。でも基本的には、その硬質の赤玉土は絶対使うものだと思うので。うん、赤玉、切り砂は松なんかね、混ぜる人いますけど。うん、で、硬質じゃないと土が潰れちゃうんですよ。うん、なので、一応盆栽は基本的に硬質の赤玉土を使ってます。ね、硬質の赤玉がいいですよ。普通のホームセンターなんかで売ってる、うん、あの土が、1年でダメになると倍ぐらい持ちますからね。うん、倍ぐらい持つ、うん、一応ここで使ってるのはこの茨城赤玉の日本製ってやつかね。日本製
この赤い線が2本、3本線もあるみたいですね。赤玉2本線で、これがおすすめです。ちょっと高いですけどね。ちょっと高い。でこう余分な根っこを取っちゃいますから、上から出たはみ出し根っこ、余分な根っこを切ります。でここで細かい土、飾りですね。飾りで、さっき言った3種類の土の3番目ですよね、これ。うん、うん、そう、一番細かいやつは。そう、これは正直なくても 1ミリぐらいか、これ1ミリぐらいですかね。綺麗に見せるためってことですよね、飾り。そう、これやった方が苔も張りやすい。じゃこれね、この細かいのに入れて一緒にしてついちゃうと詰まっちゃうからね。そうですね、上に乗せるぐらいでいいですよ。これで土を鉢のどこまで入れるか、普通飾ってなんかする盆栽だと、はい、このギリギリまで土入れます。ここはね、そうですね、これより下行っちゃうと、園芸やる人なんかだとここ水しろって作るんですよね。そうですね、水が溜まるように、うん、それやっちゃうと木がこうひいそうに見えてきちゃうんで、はい、ギリギリまで土入れます。でこれ入りました、はい、そしてこう押さえてください、ここに、縁を、縁をここにギュッと。これは何のため？水が溢れ出ないように、ちょっと詰めとく、隙間作るってことですか。初めてこう少し中入りますからね、うんうん、これで植え替えは一通り終わりです。あと水やるですね。水、水はね、下から水が穴から出てきますから、はい、これ出てないかまだ。ちょろちょろ出てます。今こう濁ってる水が、はい、これがきれいになるまで水やってください、はい、じゃないとこの道につって細かい土がね、それに残って固まっちゃうんだよ、はい、きれいな水が出るまで。水やりっていうのは、はい、こう水やるでしょ、こう水が溜まってきてる、うん、ね、よく押さったのはね、むせたら止めるって、水が溢れそうになったら止めるって、うんうん、水やって止める、引いたらまたやる。なるほど、むせる、むせる、むむせ返るって、溢れる形で。なるほど、結構こうやって何回もやったりします。なのでじょうろないとって感じですね。じょうろがない場合はバケツかなんかでゴミでそっとつけて、バケツに水を溜めて、そこに木を入れる。そうそうそう、間違ってもね、このハス口外してね、はい、こういうやつが合わせよ。そうですね、土がみんななくなっちゃうから、はいはい、で、このふわーって当たるところですね。そうですね、柔らかい部分で水を上げます。この辺で水をやる、はい、これでいいでしょう、はい、これで植え替え完了。これで完了で、初めての人はね、ここ水ゴケ張った方がいいと思います。水ゴケ、水やるとき必ずこれ土飛んでっちゃいますから。なるほど、水ゴケをちょっと張ってみますか。はい、この水ゴケをね、ホームセンターでこう圧縮されたやつ売ってるでしょ、はいはい、あれね、こう金がそのままね、うん、3日かかんで戻すまでに水につけて、うん、ザルの中に入れてね、はい、1回水でさわっと水含まず、うん、で1日ぐらい置いて、うん、少しずつばらして、で3日ぐらい経つとこういうふうに元に戻ってくるから、うんうん、そんなかかります。そのまま使うんじゃなくて一回戻す、戻しておけばちょっと水つけるだけで使えるからすぐ、うん、なるほど。これは土の流れ止めですかね、鉢の縁のところ、縁、そうで、乾きが見えるようにするといいと思う、これ、はい、普通の苔ではダメなんですか。苔でもいいね。苔でもいいんですか。うん、苔でもいい、うん、これのがさ、こう繊維が長いからね、土の流れ止めにはなると思う、うんうん、秋口ぐらいまでこれ置いといて、あと取っちゃった方がいいですよ、はい、根っここの中入ってきちゃうから、はい、これで植え替え完了です。植え替え完了、はい、ということで完了しました。基本的な植え替えはもうこんなところですよね、うん、基本的にはね、うん、今の手順でいいと思います、この植え替えで。そうですね、で、やっぱ木の種類とか大きさによってもちょっと違って、いろいろ違うと思うので、そう、薄い鉢に入れるか深い鉢に入れるかで、そうですね、それでも違ってきますんで、でもうそろそろね、
この植え替えの時期ですので、はい、今でももうやっていいかな、ね、2月終わりだからね。もうこれ多分動画は3月頃だと思うんで。3月頃。3月近い。ちょうどいいや。ちょうどいいかもしれない。これはね、ちょっと変わった針金をかけましたから。これは変わった木ですね。タコ作りにした。タコ作りにした。全然ね、何にも切らないで、はい、そのまま針金かけていった。なるほど。じゃあ、今回は初心者の方に向けた、そうね。まあ、基本的な植え替え。うん、基本的な、もう、初歩的な。なので、初めて盆栽やる人とか、うん、まあ、そういう人たちに、これを見て、ちょっと作ってもらいたいなっていうところです。以上。はい、以上です。植え替えの道具をちょっと紹介。植え替えの道具は、まず、こっちからだ。はい、針金切り。針金切り。これ針金を切ります、これ、はい、それからハサミ、ハサミはこれ根っこ切るようですね。だからあんまりいいハサミ使わない方がいいです。安物で頑丈なやつがありますからね、刃がダメになりますね、はい、それからやっとこ、これ針金をギュッと締めたり曲げたりする、はい、あと箸、箸や箸は、うん、私はこれ使って、この竹箸、うん、これでいいです。ご飯食べた後の割り箸、先端が丸い方がいいんですよね。うん、丸い、ここが角がこう立ってるから、はい、コンクリートでこう擦れば、はい、角丸くなりますから、これ竹箸、うん、で、ピンセットはあんまり使わないけど、苔貼ったりなんかするときにあると便利、うん、周りを押さえる。で、これやっとこと、はい、針金切りがない場合はこのこれでもいいと思うんですよ。これはラジオペンチ、はい、こう挟むのもできるし、うん、これ切るのもできるから、できる、はい、変な話、これとハサミと割り箸あればできる、うん、この3つあれば絶対できるでしょう。ということです。あと針金か、針金、針金、はい、あ、そっか、用意するもん、ね、そうそう、あとアルミ線、これ大事でした。どこだけあってもね、アルミ線、はい、これ 1.5mm、 うん、先生のおすすめは 1.5mm、 そう、これで、網を止めたり、はい、木を固定したりするような、はい、1.5mm 使いやすい、うん、あんまり太くなくていいと思いますよ。なるほど。で、このぐらいのものがあれば、植え替えはできると思います、うん、できますね、盆栽の植え替えですね、はできるということなので、植え替えはできるだけ短い時間でね、根を乾かさないように、ね、うん、根っこを乾かさないようにした方がいいかなと。で、植え替え前に水やると、植え替え前はね、少しね、水、光を切らした方がいいです。そうですよね、土がボロ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 落ちるから、うん、ちょっとこれは水やりすぎて入ってて、ね、はい、ビチャ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 して、ね、土が落ちないですよ、はい、乾いてればポロポロ落ちてくるから、ちょっと乾かした方がいい。ちょっと朝水あげるのとかをちょっと控えておいて植え替えするやつ、2、3、ね、2日ぐらいかな、控えてもいいと思う、まあ、この時期なら大丈夫かもしれない。ちょっと地域にもよると思うんで、うん、そこは、まあ、少し控えた方がいい。はい、これ動画で先生曲げた木ですね。このビニールテープ。ビニールテープ？うん、先生曲げた。これそうなの？そう。先生ここほら、これ1本しかなかったやつ。ぐーっと下げて、うん、で、その後も僕がもっと下げてたんですけど、植え替えたらね、割と結構このままでもいいんじゃない？ね、いい感じになりました。それとこれは瑞鳳、瑞鳳です。うん、香川の春ちゃん盆栽さんってとこからもらったんですよ、これ。挿し木のできる黒松ってことです。これは鉢はケンジーさんの鉢。鉢面白いじゃないこれ。ね、これはじゃあ育てて。これ青貝葉っていうの、模様が。え？これ青貝葉っていう。青貝葉っていうんですか。うん、これこの模様、波の模様だ。ああ、波のやつね。という形で。植え替えシーズンなので、いろいろ植え替えていかなきゃって感じですね。これから植え替え始まるから大変だよ。大変です。というわけで、皆さんも良い植え替えライフをお過ごしください。さようなら。動画のご視聴ありがとうございました。盆栽Q ではスポンサークレジットを募集しております。詳しくは概要欄をご覧ください。よろしくお願いします。こんなお得な企画ができたんですか。何つった。こんなにお得な企画ができたんですか。広告です。広告です、はい、ぜひお願いします。